画面の向こう側のあなたに質問を投げかけてみます。今私たちの生活の中に密接に関わっているものは何でしょう？そう、それはソーシャルネットワークサービス。そしてその急速な普及からか、人々は人をどう思いやるかではなく、人にどう思われるかを意識するようになってしまっている。そんな状況を俺は打破したい。いや、打破しなければならないのです。ならば人と人とが思いやっているコンテンツを発信しよう、そう思い出しました。ならば日本一をしよう。それでは紹介します。ジバティの皆さんです。どうぞ。ジバティの皆さんです。どうぞ。気をつけレイ。みんなから声援徴収してピザパーティーしてみた。出発式。はい、こういうお金の扱いですか。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。